はい、こんにちは。麦わら帽子、今江義朝。小さな漁師町の浜から小舟で半時間足らずで行きつける大きな無人島があって、アンチャと友達はそこでウニを取るつもりだった。マキはその間中おとなしく貝殻拾いをしている約束で連れて行ってもらえることになった。本当は神戸のおじさんが送ってくれた大きな緑色の麦わら帽子をかぶりたかったからで、そいつはその古びた漁師町の海辺でかぶるにはシャレすぎていたのだ。カンカン照りの小舟の上でなら覆い張りで日よけ代わりとかぶっていられたが、そいつをかぶっている自分のことを想像すると、マキはやっぱり眩しい思いで頭が余計熱くなった。帽子のせいで急に大人びて見えるマキのことが、アンちゃんも友達もちょっぴり眩しそうだった。浜と目的の島とのちょうど中ほどあたりに今一つ小さな無人島があって、そこは潮が満ちると岩山の先っちょだけ残して沈んでしまうほど可愛いものだったが、そのそばを行き過ぎるとき、マキが声を上げた。あ、カモメ飛べないでいるみたい。降りて調べると言い張って船をつけさせた。駆け寄ってみると、やはり翼を傷つけたらしいカモメが首を立てくちばしを突き出して向かってきた。私ここにいる。言い出したら聞かない口調のマキに、じきに潮が来るでいかん。アンチは止めたが、マキは動かなかった。勝手にすっとええわ。おしまいに渋い顔でアンチは膨れ、マキを残して船を出した。船はすぐに小さくなり、大きな無人島の島影を曲がって消えた。しょっぱい風の中で、マキは長いことカモメと向かい合っていたが、カモメは無事な片方の翼で砂を飛ばしてマキを近づけなかった。何かに怯えたような激しさなので、お前の傷のことを心配して残ってやったのにと、マキも舌打ちしたい気持ちになりかけたが、そこでやっとカモメは麦わら帽子に怯えているのだと気づいた。見知らぬ大きな鳥にでも見えて怖かったに違いない。帽子を脱ぐと火の熱さが頭を燃やした。それでもカモメがおとなしくなったのに気をよくして、マキは髪のほてりを忘れていった。ウニの数が多いのに夢中になって、アンチャたちもマキのことをうっかり忘れていった。潮が満ち始める。孤島は海に溺れ始める。大事な大事な麦わら帽子なのに、マキはそこへカモメを入れていた。おとなしく入ってくれたことが嬉しくて、麦わら帽子が濡れてしまってダメになることは構わなかった。早く連れて帰りたいと焦る気持ちを、海の冷たさがくるぶしから冷やしていた。残された岩山の隅っこで、マキは麦わら帽子を抱え込み船を待った。声を上げてみても始まらなかった。膝からももまで海が浸した。マキは立ち上がり、唇を噛んで向こうの島の角を見つめた。カモメもおとなしく帽子に収まっている。海の匂いが強くなる。マキは島を見つめることに疲れ、ちっとも怖い気持ちにもなって、カモメを見つめることにした。小さな瞳の中に映る自分の小麦色の顔が、くしゅんと歪んでベソを描いていた。海がおへそまで上がってくる。マキは麦わら帽子を差し上げる。じきに疲れて腕がしびれてくる。麦わら帽子が揺れる。その揺れに驚いたように、カモメが大きく翼を差し上げ、激しく羽ばたかせた。それが小さな白い旗に見えて、あそこじゃ。あんちゃたちが船をまっすぐに飛ばしてくることができた。小舟に引き上げられて、やっと溺れずに済んだマキは、口を聞かず、引き上げたあんちゃたちも口が聞けず、カモメの羽ばたきの音だけが妙に大きく聞こえた。マキの言いたい言葉は、ぐっしょり濡れた麦わら帽子を抱きしめるか細い腕が語っていた。麦わら帽子は乾いたけれど、
形が崩れ色も落ちておかしなプカプカの帽子になってしまったけれども、マキは大いばりでそいつをかぶって浜を歩く。そんなマキの頭の上を犬みたいにつきまとって飛ぶカモメがいて、マキはそれが得意だったのだ。あんちゃたちはひと夏中、マキも麦わら帽子もカモメもまぶしくて見ることができなかった。今江義知、麦わら帽子。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。